どうも皆さんこんにちは、こんばんは、あるあるオカレートジェです。どうもリアルです。任天堂スイッチ、はい、ソフトランキング、うんうん、やっていきたいと思いますが、はいはい、何かありますか？いや頑張ろうまあね、うん、頑張っていきましょうか。うん、うん、さらっといきましょうかね。うん、第10位、うん、鬼滅の刃、鬼殺し、火の神、鬼殺し、ついに10位まで落ちてきましたね。本当だね、鬼殺しさ。そう、で前回なんか番外編言ってましたけど、アイソムニウムファイル16位まで落ちちゃいましたね、うん、あ、なるほどね。ベスト10入りはならずでしたね。そうでしたね、うん、まあ火の神結風というのが第10位と、はい、だいぶ来ましたね。うん、続きまして第9位、はい、やっぱ売れてるんですねこれね。ね、イブゴーストエネメイズ、なるほど、新作。スイッチでも第9位、 PS でも第4位やったから、うん、すごいね、すごい人気タイトルなんですね、うん、コマンド式選択アドベンチャー、いや面白そうに見えたもんな。間違ってはなかったな確かに人気、こんだけ人気ある、ね、うん、人気あるからね、うん、相当も出来がいいんでしょうね、アドベンチャーとしての。うん、気になるね、うん、気になりますねこれはね、いつかやりたいな。うん、続きまして第8位、はい、ウィニングポスト9 2022、はいはいはい、まだいたんですね。前からまだいたって、あ、おらんかったっけ。あ、いった落ちた、落ちてないか、前からいたか。うん、すごいね、スイッチの方がやっぱ売れてるっぽいですね、ウィニングポスト頑張ってますね。そうだね、うん、確かに携帯でやった方が、うん、やりやすいよね、うん、ちょうどいい感覚、時間が結構かかりそうだから ね、ちょこちょこやらないといけないからね、うん、根強い人気。確かに。第7位、はい、マリオストライカーズバトルリーグ、なるほど、落ちてきた、どうなんです、落ちてきたよ評判は。どうなんですかね、あんまり聞かないですね。うん、やっぱなんかそんなに売れてない、売れてないことはないんでしょうけど、そんなにやっぱマリオシリーズの中ではあんまり売れてないのかなって感じですね、まあ、ピンとこないですもんね、マリオストライカーズ言われても。まあまあ新ジャンルでしょ、だって。うん、まあ一応2作目みたいだけどね。あ、そうなんだ。前回 DS かなんかで出てた。オンラインとか賑わってるのかな。まあさすがに今はまだいっぱいいるだろうね、人。結局対戦スポーツだから相手いないとね。そうですね。まあ一応マリオシリーズの中じゃ売れてない方であって、普通のゲームとしては売れてるから、多分オンラインは結構全然いるんじゃないですかね。うん、第6位。はい。いいベースボールプレーパワフルプロ野球2022。第6位まで。うん、落ちたっていうか、この辺にずっと停滞してる感じ、うん、粘ってる粘ってるうん、頑張ってますね。これも両方で売れてるからね。そうだね、うん、大したもんだな本当。まあ甲子園始まるしね。はい、甲子園始まりますね。第5位ポケモンレジェンズアルセウス、まあこの辺はもう常連組ですね。5位6位と、まあ、こんなもんじゃない。実況続き上げないんですか。実況続き上げないですね。もう手元にないですね。ポケモンレジェンドアルセウスは。じゃあ次行こう。じゃあ次行こう。なんでだから。うん、続きまして第4位。はい。驚きの。はい。モンスターハンターライズプラスサンブレイク。1位取れなかったの？これね。うん。あれっすよ。あ？サンブレイクってパッケージがないから、よくよく考えたら。ダウンロードコンテンツなんで、あ、一応その大型アップデートなんで、あくまでもサンブレイクは、あ、パッケージがないんですよ。なあ、ないの？だけどこれライズプラスサンブレイクなんですよ。だから、あ、パックみたいなから入った人が買うやつなんですよね。なるほど。ソフトがないんだね。逆にそれで4位に入ってるってことがすごいんじゃないですかね、逆に。まあ確かに。ライズがめちゃくちゃ売れてるのにまだ売れるんかいっていう追加で。あ、売ってこれ買った人もいるかもね。うん、まあ、でも
結構おるっしょ。でも大型が出てからやるっていう人いますもんね。モンハンマニアの人たち。確かにね、うん、それでも4位なんだ、はい、そうなんだね、うん、でサンブレイクのダウンロードがあったら、うん、ぶっちぎり1位だったかもしれないですけどね。なるほど、うん、まあ、だからちょっと勘違いしてましたね。そうだね。じゃなかった。だからそうですね、第4位になりました。はい、意外です。意外でした。続きましては、うん、ファイアーエムレム層第3位。3日節月第3位でしたね。マジか、1位いけん。落ちちゃいましたね。前回1位だった。ああ、そっかそっか。もう落ちた、うん、もう落ちましたね。あ、まあやっぱファイアーエムレムじゃちょっときつかったですね。ずっと保つには。最近勝ったんだけどな。あ、そうですね、なんか前回クリアしたら売ってくれと言ってたけど、なんかもう耐えきれず買っちゃったみたいで、うん、買っちゃった。だから俺の1票が入ってるはずなんだけどね。あ、けど俺、まあ、ダウンロードだこれ。ファイアーエムレムってじわ売れって難しいんじゃないですか。やっぱもう固定の人が買うでしょうからね。まあそうだね、もう出たら買うでしょ、買う人は。いや、そうそうそう。いや、前にやってたら買うよ、クリアまでしたよ、うん。だから、こっから売れ伸びていくって、なかなか難しいでしょうからね。そっか。じゃあ、もう多分落ちたんだな。そうでしょうね。ああ。ということで、やっ、ん？という流れで、この2-1、こういう感じになってんだ。まあそうですね、もうモンハンとファイアーエムレムがここにいるってことは、もうやっぱりこう常連のあの人たちがやっぱり牛耳っちゃうっていう。そうか、この2人をもってしてもこんな結末になってしまったかっていう。一周だけでしたね、ファイアーエムレムが。モンハンはちょっともうダメだったんで。ということで第2位、はい、任天堂スイッチスポーツ。なるほど、しょうがないですね。しょうがないですね。ダメみたいな感じになってるけど。強いよ。まあちょっとね、うん、ファイアーエムとモンハンに期待してたんだけど、ちょっと一周だけファイアーエムが勝っただけで、任天堂スイッチスポーツ強しみたいな。うん、強しやな。そして第1位がなんと星のカービィディスカバリーと。あ、もう強しやな。ここに来て1位を取り返すっていうね。強すぎるな。この星のカービィはすごいな。やばいな。一時3位ぐらいまでずっと停滞してたのにさ、任天堂スイッチを、ま、スポーツも巻き返してさ、確かに。新作2つも潰してさ。やべ、これ3月ぐらいだもんね、だって。あー、やばいね。ロングセラーだね。あー、モンハンとファイアーエムレム勝てないんだね、3月出た人たちに。ということで、これから先のことを考えるとゼノブレぐらいしかもうないよね。確かに。でもゼノブレもどう？ゼノブレのせいは初動でしょうからね。ジワウレはないでしょうからね。そう思う。だから1位やっぱすげえよ。1周2周取って落ちていきそうやけどな。多分2周ぐらい取れそうやけどね、ゼノブレだったら。でもまたその多分3週目にはもうまた星のカービィ1位に君臨してるんじゃないですか。これやばい。なんかマリオ、あ、スプラトゥーンが来たら、あー、そっかそっか、あ、スプラトゥーンがある、結構長期でいきそうな、うん、確かに。もうその辺の任天堂の強いタイトルが出ない限り星のカービィが落ちてくるイメージが湧かないだもん。そうね。あとポケモン、あ、そっか、ポケモンがあるか、11月に、うん、ポケモンがあったな。11月っすよ、5ヶ月先やけんね。まあそれまでスプラトゥーンが多分結構頑張るんじゃないですか。そうだね、遠いな、スプラトゥーンまだ9月だもんね、あれね、うん、だからゼノブレがちょっと2週ぐらい頑張ってって感じだよね。8月は何もないもんな。何もないことないかもしれんけど、わかんない。あんま大きなタイトルなかった気がするな。まあ9月は、うん、トリニティトリガーとかスプラトゥーンとか、あとドラクエのオフラインとか。ああ、ドラクエね。うん、まあ結構そこそこ出てくるんで、うん、多分その度にその人たちが1位取ってって感じになるんじゃないですか、日替わりで。だ、結局カービィが勝つんだよ。うん、
でしょうね。その波が終わったらまたカービィが1位になるんで、ね。まあポケモンが来るまでは多分1位でしょ、そしたら。そうだろうね。ポケモンはずっと1位頑張ってくれるでしょ、多分。わからんよ、カービィ。でまだ発表された中でさ、うんうん、オートマタが10月に出るけどさ、うん、オートマタでいけると思う？いや、いけんと思う。やっぱいけないかな。うん、いけんと思う。だって異色やし、やっぱやりたいし、やってるでしょ、もうすでに。でも、って言いながら、日の神血風炭結構来たからね。まあけど、でも早かったやん。最初だけやったやん。まあでも、1位は取れるかなと思う、1回ぐらい。まあ1回ぐらいはね、出だし。どうなんだろうね、どうなんだろう。まあその辺ペルソナもね、ペルソナ10月だったっけ、あれ、あれ何月だったっけ。うん、ペルソナね、ペルソナ5、あの移植組2つがどんぐらいまでいけるかっていうのもちょっと見ます。うん、まあ過剰な期待できないけどね、移植なんで、うん、そうね、もう結構前の作品だからね。まあでも13期防衛剣とか日の神血風炭もやっぱグッときたもんね。まあ確かに爪痕は残したよね。人気あるタイトルはやっぱ移植でもやっぱ強いっちゃ強い、ね。うん、やっぱ。まあでもなんかあんまりスイッチ勢って言ったらおかしいけど、スイッチしか持ってない人がオートマタをなんかこう期待の作品だと思ってるとも思えないですよね、あんまり。まあ、うん、まあプレステにそういうのあるんだな。そう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 。ぐらいそんな感覚ぐらいなんじゃないかなとか思うんだけど。ただね、気になるのはオートマタスイッチ版出るけど、うん、スイッチ版でしか出ないダウンロードコンテンツがあるんですよね。そうなんけど、衣装とかやろ。いや、わかんないけど、それ。あ、そうなんだけど、オートマタめっちゃ好きな人は買うかもね。スイッチ版まで追い込んで何回も何週もやるゲームだからね、あれ。そう、あ、そうね、確かにそうね、やり込めるゲームだからね、あれ。うん、またやるってすげえな。まあ、すごい好きな人多いからね、いいやけど。うん、まあ、その辺まで期待して、その辺まで多分、星の神の長期政権が続きますよ。まあ、いいんだけどね、別に、神売れたって。いいんだけどね。うん。そんな感じですね。はいはい。モンハンさん、期待に添えずっていう感じでした。うん、そうね、モンハン。ではでは。はいはい。はい。ではでは、次回の動画でお会いしましょう。うん。お釣りや。お釣りや。